はい、どうもなおです。30代普通の会社員の、休日ルーティーン撮っていきます。朝ですね。起床です。朝起きたら大体シャワー浴びますね。ちなみに今減量中で、絞ってます。大体朝はすぐ掃除しますね。これやるだけなんですけど。で、体重測定。今だいたい 64.3 キロ。体重測定したら、プロテイン朝、毎朝飲みます。ワンスクープですね。で、これ1杯でだいたいタンパク質 24g 取れるみたいです。ゴールドスタンダードのホエープロテイン、ダブルリッチチョコレート味飲んでます。あと、グルタミンと、亜鉛ですね。これも飲みます。あとマルチビタミン、マイプロですね。そしたら朝食ですね。朝食もマイプロテインの、プロテインクッキー。これ1枚で 38g、失礼しました。38g ですね。のタンパク質取れるそうです。で、朝食食べたら、英語の発音勉強してます。今日、試飲ですね。で、発音終わったら、大体、ワークアウト中のドリンク作ります。EAA、パープルラースっていうのを飲んでます。山本先生が、過去に勧められていたので買いました。ワンスクープですね。あと粉飴ですね。トレーニング中の、炭水化物、エネルギー、やっぱ大事なのでワンスクープ入れておきます。あとは、マイプロのクレアチンですね。モノハイドレートっていうやつ、3000円ぐらいでしたね。これもワンスクープ。大体これをまあトレ中に飲みますね。で、ワークアウトドリンク作ったら、プレワークアウト飲んでます。カフェイン取ってトレーニング中の集中力高める、まあパフォーマンス向上をちょっと狙ってますね。そしたらジムに行くための用意します。さあ、ジムレッツゴーですね。だいたい自転車で行ってます。朝の自転車ってめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。好きですね。で、ジム着きました。今日というか、まあこの日は足の日でした。スクワットやってます。足の日はだいたいスクワットから入ってますね。だいたいまあ5セットぐらい、まあ、重量も60キロぐらいから100キロぐらいですかね。で、レッグエクステンションですね。これ重量32キロぐらいで、まあ、8から12レップを多い時で5セットぐらいやりますね。だいたい限界まで毎回追い込むようにしてます。次はレッグカールですね。これもやっぱり32キロぐらいで、レッグエクステンションと同じように、まあ、多くて5セット、まあ、8から12レップぐらいですかね。で、トレーニング終わって、ランチ買ってます。まあサラダ、まあ、あとサラダチキンですね。これ絶対買いますね。で、ゆで卵を忘れずに。あとサイダー好きです。サイダーよく飲んでます。で、一旦帰宅ですね。帰りの自転車も超楽しいです。はい、帰宅しました。で、すいません、ボディチェックの、してますね。まだまだ絞り足りないですね。で、次、今トーイック受けようとしてるんで英単語をやってます。今トーイックスコア800ぐらいですかね。で、この日はチートデイだったので久しぶりにがっつり食べます。甘いもの好きなので、セブンイレブンのスイーツめちゃくちゃ美味しいんですよね。
甘くて。で、まあ、夜はだいたいストレッチするんですよ。まあ、寝る前ですね、すごいリラックスできるんで大好きです。でストレッチしながら YouTube だいたい聞いてます。まあ、ビジネス系 YouTube 聞いてます。最近はマナブさんとかまこなり社長とか池早さんとか聞いてます。耳学習っていうんですかね。 YouTube でかなり勉強できる時代になりました。すいません、簡単なんですけど編集もつたなくてすいません。チャンネル登録よろしくお願いします。